プロデュースのお話をいただいた時に、やったーって言いました。絶対やるからっていうのをマネージャーの方に返しました。とはいえ今回お会いするのも初めてで、なのでどこで誰がこの僕とももクロのことをつなげてくれたの、キューピッドは誰っていう、本当にそれぐらい驚きでした。写真だけなんですよ、頼りにできるのは。このいただいた写真がこの森の中で佇むしおりさんがいらっしゃって、何よりもしおりさんの柔和な表情っていうか、むちゃくちゃこう自然体で穏やかな笑顔だったり、穏やかなその佇まいで、ベルベットの帽子とその森の中で佇むしおりさんの柔和な表情の中に、何かすごく一人のその女性として強いこう意識というか、何かを決めた、なんか何かを決めたり何かをこう手放して前へ進んでいく穏やかさみたいなものを感じて、今回のなんかプロットが自分の中で、できていました。情景を音にしていくのに、どういう音を使っていくかっていうことを一番考えたかな。でもね、本当にね、これね、直感でギターもベースも全部自分で弾くんですよ。直感で弾いていくんです。で、それは譜面に書く前に、コードネームとかも書く前に直感で、弾いていって、でメロディーもその同時進行でこう出てくる。で、キーワードはさっき言ったように写真からこう思いついてたものが、ベルベットとか、森とか、一人の生きるその女性の強い女性の、真の強い女性の姿みたいなものがこう見えているので、そういうのをちょっとはめてって、で何回も清書して何回も、書き上げていくっていう過程を取ってるんですけど、まあとにかくその情景を音にするっていうことに一番時間をかけたかな。で、そのスタッフさんからもいろいろ情報だったりリクエストがこう出てきたり、ご本人からも出てきたりっていう、そういうのをこうやっぱり聞きながら何回もキャッチボールをするっていう、でそれをこちらもこう、あ、なるほどっていうふうに思うところがいっぱいあったり、自分では気がつかない視点がしおりさんにあったりするわけですよ。で、そこが一緒になっていくと、よりオリジナリティのある玉井しおりさんのオートクチュールっていうかに、玉井しおりさんに向けてちゃんと全部もう採寸もしました。これを、似合うように、作りました。季節は秋ですみたいなことがちゃんと積み上がっていくっていう、そういう喜びがあるんです。なんでこうやっぱりキャッチボールしながら作るっていうのがすごく楽しいです。